どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、本日からはちょっとまた、メソポタミアの地域からはガラッと変わって、エーゲ海を中心とする。エーゲ海わかんない人は地図帳とかで見といてください。エーゲ海どの辺かなって、どの辺の文明かなっていうのは、まずね、場所がわからないとね、イメージが作らないんですよ。で、エーゲ海を中心にやってるから、海を中心とした要素に文明なんだねとかいうのっていうのは、やっぱ地図帳とかを見ないとわかんないんですよ。日本だったらいいですけど、その一時地図帳見なくても大体この辺やろってわかるんで、いいんですけど、世界を見たときには必ず地図帳とかその辺を見ながら、これがこの辺だよねっていうのをしっかり覚えておいてください。で、エーゲ文明っていうのをちょっと見ていきますが、エーゲ文明っていうのは、エーゲ海を中心にしている文明勢力ですよということになるんです。で、ここからが大事になってくるんですけど、エーゲ海を中心とする要するにところ、紀元前30世紀から紀元前12世紀の間、いいですか、紀元前30世紀から紀元前12世紀、12世紀になってますね。これ意味わかんないですね。12世紀ですね。はい。紀元前12世紀ってね。はい。紀元前30世紀から紀元前12世紀に栄えた文明のことをエーゲ文明ということになりますが、エーゲ文明の中には、いろいろ文明が、混在しているっていう状態なんで、それを全部総称してエーゲ文明ということになってます。なので、ちょっとその辺のところはしっかりと見ておきましょうということになります。で、エーゲ海で、紀元前30世紀から紀元前12世紀、何を中心に要するにやってましたかということなんですが、青銅器を中心にやってる文明だということなんです。いいですか？で、青銅器を中心にやるか、鉄器を中心にやるかとか、この辺が要するに関わってくるんですけれども、エーゲ文明で覚えとかなきゃいけないのはこんだけです。紀元前30世紀で紀元前12世紀まで。そして青銅器を中心とした文明体であったよということになります。で、エーゲ文明って実はちょっとだけ、あんまりこう覚えるところがないのはなんでかっていうと、よくわかってないんですよね、まだ。完全にわかりきってるわけではないので、まあその辺のところはちょっとざっくりとした説明になっても、まあそもそもエーゲ文明ってそんなに、まあ、メジャーな文明ではないですよと、五大文明とかですけど、四大文明だろみたいな話になるんで、まあこのエーゲ文明ということになります。よろしいでしょう。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。